んで、今なおこれだけの傷跡が残っているので、正直愕然とします。平穏な暮らしを一夜にして奪った土砂災害。悲しみを抱えながら避難生活が長引いています。見下ろすと広島の住宅街が広がっていて、ここで家を構えて、きっとその消防のいい暮らしをしていた方々、そういう人たちがここで奪われたんだと思うと、非常に胸が痛みます。多くの人が我が家に押し寄せた土砂を手作業でかき出していました。大切にしてきたマイホーム。